羊コーヒー。 I love。 はい、羊コーヒーの森です。本日は以前ですね、サブチャンネルでちょっとお話ししたんですけれども、歯ですね、歯についての話題に、触れてみたいと思います。以前のそのサブチャンネルで、歯の重要性というか、私は年に4回、歯医者さんに行って歯をクリーニングしてもらっていますって話をしたんですけれども、意外とあの動画反響ありまして、いろんなところからお話しいただいて、ちょっとですね、あのホワイトニング、ぜひですねこれを、使ってみてくれないかっていうお話があって、コーヒーとその歯に対してはすごくですね、デメリット的なつながりがあって、着色しやすいんですよね、歯が。で、私は毎日、かなりの量のコーヒーを飲みますし、最もですねそのリスク高い人間だと思うんですよ。なので、その私が使ってみた時に今の状態と、1週間で大丈夫みたいなので、その1週間後でどれくらい、歯の状況が変わるかっていうのを、身をもって実験してみたいと思います。歯の着色についてちょっとこう雑学的なところに触れていきたいんですけれども、どうしてコーヒーで、歯が着色してしまうのかっていうところをちょっと触れてみると、よくステインとかポリフェノールっていう言葉ってよく聞くと思うんですけれども、あのコーヒーの黒いとか赤いあの色が直接つくわけじゃないんですよね。そのポリフェノールとか、タンニンとか、どちらもポリフェノールですけど、そういうものを多く含んでいる食品、例えば、コーヒーとかワインとかあのチョコレートとかもそうなんですけれども、そういうものを食べた時にあの歯の表面についているタンパク質ですね、ペリクルっていうタンパク質と、ポリフェノールが結合する、それによってステインっていう物質に変わって、歯が沈着していくっていうようなことが起きます。なので非常に、コーヒーはですね、あのカフェインがピックアップされがちなんですけれども、ポリフェノールがとても多くて、それが体にいい作用を起こしたりとかして、すごくあの今スーパーフードとして扱われるくらい体にはいいんですけれども、歯に沈着してしまうという、ところですね。なので沈着してしまった色素を化学的に分解してくれたりとか、する、こういうキットがあるっていうところですかね。じゃあ実際にですね、こちら開けて、中見てみたいと思います。はい、それでは今日から使っていくホワイトニングキットなんですけれども、こちらです。ニューパールスターティングキット、こちらアメリカの商品みたいなんですけれども、すべてパッケージ英語です。でここに日本語の、多分代理店が貼ってるんだと思うんですけれども、日本語の文章があります。マウスピースにジェルを入れて、LED 当てて、でホワイトニングをしていくという感じなんですけれども、特徴としては7日間で最大8段階歯を白くすることができるっていうことが臨床試験で証明されていますってことなんですけれども、この8段階、多分 L 値みたいな、あのコーヒーの焙煎度でいうところの L 値みたいな、明度のことだと思うんですけれども、それを8段階白くすることができる。で、オーガニックですよとか、ビーガンですよ、グルテンフリーですよっていうところで、最悪体に入っても、問題ないものなんだと思います。じゃあちょっと開けてみたいと思います。はい、こんな感じですね。これは何ですかね。これは説明、日本語の説明書がついてますね。これ全部日本語です。で、このシール、なんか代理店が入れてくれそうな、デザインがここだけ違いますね。こういうのいいですよね。なんかちょっとこう、ここで突然この温かみが出るっていうところが、ちょっと人間味があっていいかなと思っちゃいますね。でこんな感じで、ここは全部英語で、パッケージは基本的に英語なんですね。これを翻訳して、パッケージ作ってくれたりとか、して、分かりやすくしているっていう感じですかね。じゃあ開けていきますね。はい、こんな感じです。これなんですかね。多分これじゃないですか。8段階白くするっていうことは、例えばこの辺りだとしたら、ここから1、2、3、4、5、6、7、8、ここまでいくってことですよね。結構白くなりますよ、これ。かなり白くなるんじゃないですかね。ちょっと期待しちゃいますね。これがレフィル、マウスピースジェルですね。でこれがマウスピースで、これは中にこうしまったりする感じですかね。マウスピースをしまうもの、こういう感じですかね。でレフィルを入れて噛むと、これなんですかね。化粧品みたいな、あのおしゃれな感じですね。お、
オンザゴーペン、オンザゴー、持ち運びに特化した、これはですねどちらかというとブラッシングするときに歯磨き粉みたいに使うやつみたいですね。ホワイトニングの補助的な役割で旅先とか、そういう時に気になる時にちょっと使えるみたいなもの、だからこれとこれの合わせ技で歯が白くなるんじゃないでしょうか。はい、それでは7日間、スタートしたいと思います。最後にですね使用時間と、回数についてちょっと触れておくと、2パターン推奨されていて、朝晩10分ずつっていうパターンと1日の一番最後に20分っていうパターンがあって、私は朝非常に弱くて継続できない可能性があるので、夜20分やろうと思います。で夜20分の7日間で140分間、使用してみてどれくらい歯が綺麗になるのかっていうところでレビューしてみたいと思います。それではスタートします。はい、じゃあ早速ニューパール使っていきたいと思います。1日目ですね今日が。はい、こんな感じで本当身をもって実験という感じですね。でこのゲルを、塗布していきます。こんな感じですね。あんまり量使わないのかもしれないですね。はい、はい、これでマウスピースは完成です。ここにボタンがあってここを押してこれで噛むっていう感じですね。ちょっとやってみたいと思います。じゃあ噛みます。もともとねそんなに歯黄色くないんですよ、コーヒー飲んでる割には。なのでどれぐらい効果出るかっていうのはちょっと楽しみです、ね、じゃあ1日目これで20分間やってみます。うん、はい、7日間の検証終了しました。結果はこのようになりました。写真ではちょっと分かりにくかったので、明度を揃えて色を抽出してみました。どうですかね、ちょっとグラデーションになっていると思います。で私がもともとですねそんなに歯に着色がなくて、まあ、3ヶ月に1回歯医者に通って、まあ、ブラッシングですねクリーニングしてもらっているっていうのと、あと歯磨き粉相当いいものを使ってるんですよ。なので、日頃から歯の着色には気を使っていて、まあそれなりのケアをしているっていうような状況条件でかなり厳しい条件だったと思うんですけれども、それでもですね少し白くなっていきました。で今までと全く違うところが一箇所だけあって、まあ、歯の白さももちろんそうなんですけれども、それよりも今まで感じたことがないくらい歯がツヤツヤに、なんかこう歯触りがですねこうツルツルになっているっていうところで、すごくですね気持ちがいいなと思います。でこのホワイトニングなんですけれども、まあ、最大で2週間継続、まあ、今回は1週間で切ったんですけれども、最大で2週間で、まあ、ちょっと間を置いてまた着色してきたらさらにこう2週間という単位で使うというようなもので、まあ、日々の積み重ねで歯を白くしていこうみたいなキットなので、まあ、3ヶ月分のレフィルのキットが付いたもので2万円という価格でホワイトニングが体験できるっていうようなものでした。まあ私はですねホワイトニングに関して、まあ、いろんなことをやってきて、まあ、実際ですねクリニックに行ったりとかしてホワイトニング受けたこともあるんですけれども、まあまあ高額で、でさらにその LED が結構強かったりすると知覚過敏になっちゃったりとか、私が実際まあそういう感じだったのでこうホワイトニングはやらなかったんですけれども、まあ、今回みたいにまあ日々の積み重ねで、まあ、コストを抑えてこうできるんだったらすごくいい商品なのかなと思いました。で私がホワイトニングとかその歯についていろいろおすすめする理由なんですけれども、歯が白いっていう状態とコーヒーが美味しいっていうそれを知った状態って結構似てるところがあって、コーヒーが美味しいって知った前と後ではライフスタイルってこうちょっと変わったりとか、その日常にすごく彩りが出たりとか、でさらにそこからずっと突き進んでいくと、あコーヒーって奥が深いんだなとかっていうところで、いろんなものがこう変わっていくっていうのを感じていて、で歯が白いって意外と重要なんですよ。
例えばこう対人で自信が持てたりとか、主に自信ですね、その自分にすごく自信が持てるようになったりとか、そういうところが非常に重要な要素として歯の白さっていうのは、関わりがあると思います。で、コーヒーを勧めることによってやっぱ歯に着色していって歯が汚れていくっていうのはすごくですね、私にとっては、ライフスタイルをより良いライフスタイルを提供したい中ではすごくですね、大きなデメリットになっていくっていうところで、まあ、歯医者さんに行った方がいいですよとか、歯のケア大切ですよとか、ホワイトニング素晴らしいものですよっていうのは、伝えていきたいなと思っています。で、今回のこのセルフケアであれば、まあ、手軽にできるっていうのとコストをすごく抑えた状態で、できる。で、日々の積み重ねでちょっとずつ自分のペースで進めることができるので、まあ、すごくいい商品だなと思ったので、まあ、今回この仕事を受けて皆さんに、お伝えしようと思いました。もしですね、私の考えに共感してくれたりとか、まあ、歯って大事だよなとか、その歯が白くなった後の自分のその世界線を見てみたいっていう人がいたら、ぜひですね、チャレンジしてみるとよろしいのではないでしょうか。で、今日はこんなところで失礼いたします。相変わらず僕は歌ってる、せわしない日々が襲ってくるけど、相変わらずコーヒーは入れてる、 Oh yeah 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 and yeahの一杯を望みにして生きてこう、いいこと嫌なことドリップして落ちてくるのは幸せだと信じよう。